こういう手をこうちょっと広げて、はい、手を持ってこのまま持って、持って中くぐる、そうするとこういう格好になるんですね、うん、これが痛いんですよ、これ痛いですよ、これひっくり返ってもマジで、たらちょっと下へ下ろすと手が後ろ行きますから、うん、そこで肘を持ってグリッとこうひっくり返すと、うん、この格好で痛いですね、あらね、中にひゅっと、で、あー痛い痛い痛い、もうここで痛いですよ、肘を持って、この辺に痛い、すげえ、この辺に痛い、こう、これをこういう、あー、もう持って説明しよう、まず後ろから抱きつかれたら両腕を思いっきり上げる、そして相手の片腕を取り、さらに相手の肘に手を添えて持ち出す、最後に肘を持ち出せば楽になる、ポイントは関節を曲がる限界より少し多めに曲げてやる。